五重塔は仏塔の形式の一つ。相塔と呼ばれる老閣形式の仏塔のうち五重の屋根を持つものを指す。下から地、水、火、風、空からなるもので、それぞれが五つの世界を示し仏教的な宇宙観を表している。仏塔は古代インドにおいて仏砂利を祀るために紀元前三世紀頃から作られ始めたストーパに起源を持っている。 古代インドのストゥーパは、万獣系のものであったが、この形式が中国に伝えられると、老閣建築の形式を取り入れて構層化するようになった。こうした老閣系の総統は、朝鮮半島を経て日本へ伝えられた。木造の総統は日本に多く残っており、中国、朝鮮半島における異例は、ごく少ない。日本では、各地の仏教寺院や神社などに、 木造の五十棟や三重棟があり、地区のランドマークとなっているものも多い。木造棟の保壊し、瓦、鉄製の棟もあり、近代以降は、鉄筋コンクリート造りの棟もある。多層棟としては他に七十棟、九十棟、十三十棟などがあるが、近世以前の木造七十棟、木造九十棟の現存するものはない。奈良県の丹山神社には、木造十三十塔があるが、 これは、老閣系の相当ではなく、二重から十三重までの屋根は密に重なっていて、屋根と屋根の間にはほとんど空間がない円筒である。中国の相当は、最上階まで登れるものが多いのに対し、日本の木造五重塔は、現代の感覚でいう五階建てではなく、二0名以上の塔内部はの木を支えるために複雑に木組みがなされており、 一般参詣者は上層に登ることはできないのが普通である。現在では宗教と関係なく建てられた観光用のものもある。純木造非純木造50小島50島の耐震構造である重構造は近年、日本はもちろん世界の超高層建築に採用されている。しかし、日本古来の50島が耐震性が高いとする根拠は、 歴史上自身により倒壊した例がこれまでなかったためで現状では結果論の意見を出ておらず建設時に意図的に柔ら構造に設計されたかも定かではないむしろ仏舎利塔という五重島の役割を考えればその構造は宗教的な意味合いが第一に意図され重構造は副次的な産物である可能性が高いと思われる実際法流寺島の古い五十島では 腐食が確実であるにもかかわらず、新柱の道面に埋没させる掘立柱としたり、上角建築等と異なり抜き柱等を一切通さないなど、建築構造としては合理性を書いている。五重塔の耐震性において、キーワードとなっているのが、新柱であるが、五重塔は、建築構造としては新柱に、全く依存していない。また、 内部空間の利用が考慮されていないため、構造材の密度が高く一般的な建築と比べて強固な建築となっている。実際、現在の放流時五十頭は新柱が腐食して地面に接していないことからもわかるように、建築構造としては新柱が存在しなくても問題なく成立する。なお、耐震性が高い理由は以下のような説がある。耐震性に関しては、 未だ解明されていない部分が多いが、近年には工学的に解明するため、建築構造研究者のグループ50頭を揺らす会を中心にして5分の1模型による振動実験が行われ、2006年には新柱の有無による比較実験が行われた。その結果、阪神・淡路大震災クラスの揺れでは、新柱は塔の変形や揺れを抑制する効果が見られるものの、 寒抜き効果は現れず、新柱の有無にかかわらず耐震性は極めて高いことが明らかとなった。ただし、阪神・淡路大震災を超える地震で、新柱が寒抜き効果を発揮するかは不明である。また、50頭の耐震性が高い最大の理由は、高層であることで固有の周期が長くゆっくりと揺れるため、地震の周期と合致しにくいことが分かった。なお、 東京スカイツリーを設計した日建設計はこの精神システムの形や構成が50頭新柱に似ているので50頭になぞらえて新柱精神と呼んだがマスコミにより50頭の技術が応用されたかのように報道された。しかし上述の通り50頭の耐震性は未解明の部分が多く技術的に利用することはできず。 実際には質量不荷機構という現代の精神技術を応用したものである。50頭の心柱構造は時代により変遷があり、概ね以下のように分類される。ありがとうございます。